実はこの間ルイ先輩とご飯に行ってきて、何食べたと思う？こんにちは、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 こんばんはでした。こんばんは。ドゥチュルドゥチュ、あれ、体ボブの女が好きなのかもしれない。ボブいいよな。リクロス、ボブいなくね、いなくね。青さんと番長は違うよ。あれはちょっとウルフよりじゃん。あれちょっと違うよね。リクロス、番長はボブじゃないと思うよ。だってカラネの理想のボブではないんで、番長は。なんか、丸いよね、番長は。カラネが求めてるボブは、ちょっと、なんだろうな。髪の毛がもっとすいてて、ふわふわじゃない感じで、ちょっと外羽なのかな。ホロライブいるか？ノエル先輩の新しい髪型、あ、そうかも！そうかもしれない！もうノエル先輩、カラネの好みのど真ん中をやってるのかもしんない。いや、ボブいいんだよ。マジで。ノエル先輩のボブめっちゃ可愛かった。もう本当に勘弁してくれよっていう話。ノエル先輩さ、ボブにならなくてもカラネは好きなんですけどね、ノエル先輩のこと。そんな、カラネの趣味によらなくても十分好きなのに。そんなね、来てもらっちゃったらね、好きになっちゃうよっていう話。ボブにしかないときめきってやっぱある。ボブいいよな。ボブ、カラネモンさん、いつかボブ出したいな、いつか。髪切りてえよ、カラネモン。でもさ、ちょっと違うなってなんない？カラネ。カラネは、ボブって似合う女がいるし、似合わない女もいるなって思ってて。カラネはロングじゃない？でも一回トライはしてみたいよね。人生で一度ぐらい。なんかさ、ボブって、カラネみたいなさ、なんかゆるふわーみたいな。中身は全然ゆるふわじゃないんだけど、なんか見た目がすごいゆるふわじゃないの、カラネって。ゆるふわじゃなくて、ちょっと釣り目のさ、もうアリバカナやん、ほんとに。もうカラネの理想、アリバカナになってる。髪赤色に染めてアリバカナになろっかな。いいよな、やっぱないものねだりなのかもしれない。カラネは垂れ目のロングだからさ、もう真逆をさ、求めてしまうわけ。あ、バブーで思い出したんだけどさ、実は、この間、ルイ先輩と、ご飯に行ってきて、何食べたと思う？ルイナで何食べて、たと思いますか？しゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶ。そうなんすよ。しゃぶしゃぶ食べに行ってて。しゃぶしゃぶをなんで食べに行ったかっていうとさ、ルイ先輩が珍しくも誘ってくれて、普段誰からだっけな、誰からとかあんま覚えてないんだけど、多分カラネからご飯食べに行きたいですみたいな感じで言うのが多いみたいな自覚ではあったんだけど、今回珍しくカラネしゃぶしゃぶ食べに行かないっつって言ってもらえて、お、珍しいな。しかもしゃぶしゃぶ、もしかしてしゃぶしゃぶハマったんすか、しゃぶしゃぶの味に気づいてしまったみたいなことを言ったんだよね。チャットではルイ先輩さ、え、そうなんだよね、なんかしゃぶしゃぶ食べたくてっつって誘ってくれてて、なんていい女なんだって思ったわけ。まずね、なんて優しいんだって思ったんだけど、実際さ、会っておしゃべりしてみたら、ルイ先輩なんかカラネのことをすごい心配してくれてたらしくて、250万の件でさ、カ
れで大丈夫なのかなって思って誘っちゃったって言ってもらえてさ、おな、な、なんでいい、なんで優しい先輩なんだって思ったわけ、本当にって思って、しかもさ、ルイ先輩なんか心配してたし、なんかどうやら裏では奏を守るために頑張ってくれてたらしくて、それ来てちょっとさ、うるっと、うるっとしてた、しちゃったわけ、ルイ先輩。おい、なんていい先輩なんだっていうさ、ママだよ、それな、だからさ、もう奏、もう、ルイ先輩、ルイ、ルイママ、バブって言ったら、いや、いやって言われて、からね、お前は、お前は私の娘ではないっつって、めっちゃ頑固に言われて、え、ルイママ見捨てるんですかって、カラネのこと見捨てるんですかって言ったら、いや違うんだよカラネ、カラネはルイ先輩はね、あのママンじゃなくて親戚のおばさんぐらいがちょうどいいって言われた、寂しいよママン、お世話してって言ったら、いやちょっと責任取れないっつって言われて、マジかよってちょっとしんどいんだって体を背負うにはちょっとあれらしいでも体はいつでも、もしさママンたちに見捨てられたら、いつでもルイ先輩に拾って拾ってっつって言いに行くんだよっつって言っといたから、もしママンたちにドン引きされて叱られて家出てけとか自立しろって言われても、それはルイママンがいるから、その時はルイ先輩にママンっつって拾って拾ってって言ったら、多分ルイ先輩なら押したらいけると思う。ダメかな、ダメかな、心がね動かされて行動を起こしたりとか、その日からの景色が変わったりとか、まあ、そういうことを全部青春って言うのかなって思ってます。はじめりどん。